どうも皆さん、ペペシペだ。やあやあ、マリサだぜ。今回は視聴者の方々からマウスを魔改造してほしいと依頼があったのでやってみたよ。四方特区砲はいじっていない感じか。まあ356ミリ砲積んでもよかったんだけどね。だがしかし、そんなものは定番ネタだからマウスに足りなかったもの。そしてポルシェ800が感動する最高。ちょっと待て、このマウス速すぎんだろ。あばばばば、加速しすぎて止まらぬ。止まったから、よし。何？今回はエンジンいじったのか？マウスの車両の中身はほぼエンジンと言ってもいいぐらい大きい。だがしかしこの巨体に対しての機動力ではない。超重戦車がアホみたいなスピード出している方がおかしいんだからね。ガルパンでも言っていただろ。超音速の飛行士と。いやあれはポルシェティガーのことを言っているんだからね。次はどれぐらい加速するのかを調べていくぞい。普通のマウスなら最高時速は20キロなんだが、このマウス1速で60キロ超えちゃっているんだよな。なんなら最高回転数も3000ほど上がっていますぞ。超重戦車ってなんだっけ？この曲線ならかなり速度は出せるだろう。さあ行け超音速の飛行士よ。もう100キロ超えているんだけど。やべえ加速しすぎて車体がブレてくる。ヌオーオー超重戦車ドリフトだ。豆腐屋もびっくりのドリフトだよ。あ、これ海に落ちるやつじゃね？超重戦車がぶっ飛び上がった。ヌオーオーそのまま浅瀬に落ちてくれー。渡れちゃうなんてすごい。いやこれ戻れないやつだろ。なに？私のマウス水陸両用車なんだけど。超重戦車が浮く。超重戦車といか略。おっとっと深いところに入ったようだが、水の中でも40キロ超えて走れるから余裕で渡りきれるぜ。めっちゃモジュールにダメージ入っているんだけど。これは水陸両用超音速超重戦車だから、いいね。漢字が多すぎてわけわからねえんだけど。マウスの車体回転だってこの通り余裕だぜ。搭乗員の皆さん袋の用意をお願いします。さてまだこいつの最高速度がわかっていないから次の実験場に行くぞい。さあ次の実験場はイタリアやで。ムッソリーニさんが引きつった顔でこっち見てくるんですけど。まあまあ加速のテストなんだから被害は出さないはず。あやべえ加速しすぎて車体曲がらないんだけど。おい前に家があるぞ。家破壊しちゃった。ちょっと待て、この家普通に砲撃しても壊れない家だよね。ちなみに今のぶつかった威力が約2億8435万ジュールです。もうわけのわからない数字なんだが。簡単に言うと、長門の飛行の威力より強くビスマルクの飛行よりちょっと弱いぐらいかな。走る砲弾だよこれ。このマウスが量産の暁には連邦など敵ではないわ。こんなのが量産されたらもうオウムだよ。そして再度最高速度の計測しているけど、最高速度は230キロが限界みたいです。通常のマウスより10倍以上速いんだからね。最高速度が250キロ出てマウスの重さなら、ヤマトの飛行と同じぐらいの威力になれたんだけどね。ちょうど急戦艦と張り合うって正気じゃねえからな。これで視聴者さんは今までの356ミリ砲がしょぼく見えてきただろう。勝った以上をもうちょっとだな。ってことで水陸両用超音速超重戦車マウスいかがだっただろうか。名前の付け方が僕の考えた最強の戦車にしか見えないんやが。356ミリ砲の威力を超えたマウスは最強と言っても過言ではない。ってことで今回はここまで。さよなら。